今日はね、俺のコレクションシリーズ第6弾かな。今日は一気に2本のご紹介です。今日はまあ言わずと知れたガガミラノ、まあファッション時計だよね。ガガミラノっちゃファッション時計です。でまあ俺はね、これの時計はファッション時計の最たるものだと思ってるからね、結構意外と好きなんですよ。意外と好きなんでね、持ってます。2本持ってますってことでね、1本はこれ限定モデルだね。でもう1本この白い箱の方はなんだっけな、ナポレオネだね、自動巻き、こっちが手巻きだね。一気に2本ご紹介していきましょう。じゃあまずね、こちら限定の方からね。これはスカルがモチーフになっている時計です。箱はね、ものすごいかっこいいよ。正直ね、この箱はブライトリングよりかっこいいです。ほら、かっこよい。ね、かっこいい。こういう感じです。同じこのドクロがスカルがモチーフになってます。やっぱりガガミラーのは懐中時計をモチーフにしているので、リューズがここにあります。これは手巻きタイプです。手巻きだね。これ手で巻いてあげると動き出す。ほらね、動き出した。フラス系だね、フラス系だね。やっぱりね、ガガってね、ムーブメントそんな良くねえんだよな。やっぱいつも思うけどさ、見てみるね。ムーブメントを見てみよう。ほら、まあ裏付けだからね、ちょうど見えるです。見えるですって。あんまりそのムーブメントってあんま良くないんだよね。良くないからね、俺別に平行輸入でもいいなと思ってます。まあ、俺の考えだけどね、平行輸入でも同じじゃんっていうぐらいです。まあ、新品で買っても20万そこそこの時計ですし、だったらね、正規店にそこまで出す金額でもないなと思って。でね、これはね、あそこで買いました。みんな大好き。これはね、あの安さの電動で買いましたよ。おそらく平行輸入でしょう。だから本物かどうか正直わからない。買った値段はね、8万ぐらいだったかな。本物かどうかわからない。でも別にこれでそれでいいんだよね。それでいいなと思います。出来も多分これがコピーだったとしても出来もいいし、ね、箱もちゃんとついてるし。ただ気に食わないの、曇るんだよね、これね。曇るの。一回ね、綺麗に拭いてもらったけど、中をね、分解して拭いてもらったけど、また曇ってる。これね、後でちょっと一回開けてみよう。2017年に買ってる。これでもアルミだな、すごいな、これアルミっぽい。まあこうやってね、マニュアルがついて、本物かどうかわからんね。平行輸入ってそういうとこあるからさ、まあ、ほぼ平行輸入で買うと本物じゃないと思ってもいいかもしれないね。どうかわからないけど、ここにボタンなんかついてる。やっぱこういうとこはやっぱガガすごいよね。ではもう一本ナポレオネを開けてみましょう。ガガやっぱ箱もかっこいいんだよな。箱もマジでかっこいい。ほら、箱なんかめちゃくちゃかっこいいよ。絶対これあるんだよな。これはね、実はヤフオクで買ってます。ヤフオクの中古です。ただ本当かどうか、本当に本当かどうかわからない。4万中古で4万いくらだった気がしたな。4万いくらだった。ギャランティーは書いてるけどね、ギャランティーの刻印はね、どうかわからないね。箱はね、本当にかっこいい。いつも思うけど、こういうところだよな、やっぱファッション時計の最たるもの。箱も大事にする。そう、言わずと知れたナポレオネです。
ナポレオネはこれは自動巻きタイプになります。オートマチックはね、手巻きではないです。前にも言った通り懐中時計がモチーフなので、ここにねリューズがあるんですけど、これがまあ扱いづらい。見てここビチビチなの、わかる？こんなどうやって触るのみたいなこういうところ、さすがイタリアだね。こういうところのなんか雑さ、この何も考えてないところの、こういうところ結構好きです。こういうところこれだよ、どうやっていじるんだよと思うの。こういうところ本当に好きだな。この適当さがね、イタリア気質をね物語っています。これも裏付けだね。ちょっとムーブメント見ていこう。これ本物かどうかわからんな、これな。見えるかな。まあ綺麗だよね、刻印は綺麗だし、削り出しだし綺麗だけど、どう見てもムーブメントは安っぽいんだよな、ガガガって。まあ、これが本物かどうかわからんけど、ちょっとレルーペで見てみよう。でもね、本当にこの作り込みかっこいいです。この2本ほらかっこいいんだよな。やっぱりファッション時計の最たるものと俺は位置づけてね、意外と好きなんですよ。ほらこれね、曇ってるでしょ。前々から気になってたんで一回やってもらったんだけど、まあ、気になるからちょっと今開けてみようね。To come over, I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. Ooh, I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Call me your fan. I'm living. Give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. ということでね、ちょっとまあ時間が来ちゃったの、時間が来ちゃったっていうわけでもないですけど、ちょっと長くなりそうなので、開けるのは次回にします。次回ね、裏蓋を開けて、で、どんなムーブメントを使ってるのか、おそらく自社ムーブメントではないだろうから、まあどこかのね、まあ、ムーブメントを使ってるんでしょう。それをね、ちょっと解明していきたいのと、やはり曇りが気になるんだよね。この時計ね、ものすごくデザイン性にはものすごく長けてます。やはりね、今時のアップルウォッチなんかじゃ比じゃないぐらいね、本当に存在感っていうのはものすごいあります。腕につけているだけで存在感たるやものすごいです。フェイスの大きさもかなりでかいですし、かなり目を引きます、これをしてるだけでね。ただそのいかんせんその時計としての性能というのはそれほど良くない。あとその防水性というのもすごく良くない、はっきり言って良くないです。だから一回曇りを取ってもらったんですが、これがまた曇り始めてます。水入るんだろうね、どうしても水入りやすい構造っぽい。なのでこれを開けるついでにこっちも開けていきます。2本で開けていくんでね、ちょっとねその動画は次回撮ることにしますんでね、次回お送りいたします。やっぱりこのガガミラーのデザイン性ものすごくいいです。まあファッション時計の位置づけとしてはかなりね、まあ、冴えてるものだと思って大好きな時計の一つです。ある意味日本では作らないよね。ある意味作らない作らないようなデザインです。斬新なデザインでね、懐中時計をモチーフにしているので、やっぱりここにねリューズがある、そういったもののデザインをね、こういう風に。でまあこれはね限定モデルなのでスカルがねあしらってありますけど、こちらがマヌアレで、これがナポレオネで、今はもうナポレオネの自動巻きってないみたいだね。売ってないみたい、廃盤らしいです。でもまあこれはまあ
ヤフオクで買ってるし、こっちは情熱価格だし、正直ね、おそらくどっちも本物かどうか定かではないものです。平行輸入だからね。まあこの時計に関して言えば、もはや時計の性能を買うというよりもデザインを買ってます。デザインが欲しくて、だからまあ正規店で買わなくてもいいかなって思って、こうやってね、いろんな安いのを探してで買ってる時計ですね。まあ、デザインを買ってるっていうのかな。やはりデザインがね、目を引きます。これなんかもうね、かっこいいよ。これが腕にあるだけで、ほら、アプローチ四角だけど、これも四角、どっちが存在感があるかってね。ってことで、次回どちらも開いて、でどんなムーブメントを使ってるのかっていうのをね、次回やっていきますんでね、また次回楽しみにしておいてください。いやー、かっこいいな。やっぱりかっこいいよ。時計ってかっこいいもんな。本当にかっこいいです。あ、かっこいいよな。次回も楽しみにしておいてください。ありがとうございました。